毎度毎度おはようございます。まあまあ今日もおはようやねんけど、ね、今日はね、うん、まあいつも作ってくれてるやん。そうピザね、ピザを、うん、ピザこしらえようかなと思って。ああ、はいはいはい。今日はなんか知らんけど、うん、ごちそうになる気配やな。ジャックはね、ピザのなんかネタを作れんねんな。バイト先作ってきた、うん、バイト先今してんねん。今やったやん、昔バイトやったとこで、うん、若い時ね、うん、若い時で、まあ今おっさんやからあれやねんけどね、うん、で若い時にピザ屋のバイトやっとったから、うん、まあ、いっぺん俺が粉から寝てそうそうそう、いっぺんピザ作ったるわ言うから、そうやったん思って、うん、ほんでちょっと今日はそのジャックのピザ生地を味わいたい、うん、はいはい、お疲れ様です。またウーバー帰りです。今日はね、いつもの金曜日のおばちゃんとやってる動画に、おばちゃんにピザを作ってあげようと思ってね、食べてもらおうと思って、生地をとりあえず前の晩に僕の家で、作っていこうと思います。一応、強力粉 2,3 人前でこういう感じのやつ作りたいんですけど、 250g、 僕グラムの測るやつがないんで、カップで 200cc の2杯分みたいなので、トン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 、 200cc で2杯ぐらい入れました。イースト菌ね、もうだいたいこのね 250g のやつで作ろうと思ったら、ティースプーンで1杯ぐらいですね。ちょっとほんまに一杯ぐらいでいいんですよ。一杯をさーっと入れて、こんなもんでしょ。混ぜてもらって、水を入れていきます。ぬるま湯っぽい感じ。常温ぐらいがいいんですよ。水はね、これはね、本当にね、ほんまにこれ感覚やねんな、これ。居酒屋ではね、ウィーンっていうミキサーみたいなんでやってましたけどね。今ね、ちょっとわかりますかね。ね、こんな感じなんですよ。こんな感じだと、これちょっとね、水が僕入れるの多すぎましたね。だからちょっと、この、もうちょっと増やします。これ感覚、もうちょっと硬かった気もするんだけどな。気持ちもうちょっとだけ粉入れますね。あ、こんな感じ。こんな感じです。こんな感じです。よし。おばあちゃん喜んでくれたらいいんだけどな。しばらくやってきて、ちょっと寝かします。15分ぐらいやったかな。さっきの量に、だいたい水は 150g ぐらいですね。ちょっと寝かしたやつが、こういう感じになってます。15分寝かしました。手に粉を、もう何でもいいですけど、ピザ粉をつけて。こうやってね、やってました。こういう感じ。こういう感じですね。これを、個別に、ビニール袋に入れて、懐かしいな、こんなんやったわ、俺バイト。こういう感じで。明日楽しみです。うん。下手と、あ、そうそう。どんな切り方でもいいわ。うん。そらそうやろ。うん。後ろに切るね。うん。ああ、きれいもんね。うん。うん。よう切れる包丁やな。なんかね、いただいた包丁やっぱよく、自分の包丁すれんけど、いただいたか、やっぱ包丁は素晴らしいね。トマトはこんな綺麗に取れました。トマト、はい。まあ、そのベーコンぐらいはね、誰でも切れるよ、トマトもな。ただ、ちょっと楽しみやな、思ってな。うん、あの、ピザをね、うん、ジャックの手作りのピザがめっちゃ楽しみではですし、あんまり、ね。4等分ぐらいでいいわ。ねえな、4等分ぐらいしとこうか。うん、こんなもんでね、うん。はい。朝口の。玉ねぎとね。玉ねぎちょっとまた叩かなあかんけどね。叩かせていただきます。恒例の玉ねぎ叩し。はい、行きましょう。玉ねぎ叩し。見して。大事や。お前、誰を思って殴ってんの？誰を思おうかな。別に腹立った人おらへんからな、今。おるね。別におれんね。
まあ、こんな感じで、はい、いただきました。マヨネーズ、マヨネーズ、あ、マヨネーズ冷蔵庫に入ったら、あ、あ、あ、えー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 、どこ、どこ、わかんない、勝手に汗さしたらええだろ、また絶対落としよう。で、マヨネーズ入れてみようか、塩コショウは、ちょっとしたらあかん。みんなちょっとマヨネーズはちょっとどれぐらいで、そんなもんでいい、そんなもんでいい、ちょろっと入れて、ほんで塩コショウな、うん、塩コショウして、ほんでこれスタンバイしとったらいいのね、スタンバイしとった、うん、このようにこうちょっと引き詰めて、引き詰めといて、手に取っときます、手にこうつけときます。これもうちょっとね、固めにほんまやったらね、あ、ちょっとだけ柔らかかったの、柔らかかったよね、今日でこれで何枚できるのかな、これ半分ぐらいに焼く、うん、ならまあ2人前いうことやな、これでな、うん、こうしといて、うん、ちょっとこうやって、お、お、なんかテクニック見せてくれんな、これでいい、はいはいはい、大福まんじゅうみたい、大福まんじゅう、大福餅みたい、うん、ああそういう風にな、うん、中に入れて、ほんで生地はまあ土やったら丸やけどな、うん、で、まあ、今日はオーブントースターで、今日あのおばちゃんのオーブントースターで焼くから、うん、丸は無理やねんな、長方形にして、まずはでもこれをね、まずね、こういうところでね、うん、こうやって空気抜くのよ、こうやって空気を先に抜く、うん、うん、こうやってね、うん、空気を抜いて、空気を抜いて、形を整えていくと、形を整えて、うん、で、こういう風にちょっとこう、はい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 、エッジを作って、エッジいうの、うん、水をこしらえんねんな、難しいな、エッジいうの、専門用を言い出したの、ほんでこうやってたら、うん、伸ばしていくね、はいはいはい、伸ばすのがなんか知らんけど、ようテレビでやってるやな、ガイーンってやるやつ、そうそう、うん、あんなにできへんやろ、こうやってこうやっていくんで、うん、あ、うん、ちょっとなんか落としそうやね、落としそうやな、うん、わかんない、ちょっと穴開いたな、うん、いらんこと言うかな、なんせ、昔のあれやから、もうちょっとほんま硬いんですよ、うん、もうちょっとほんま硬いらしいんだけど、ちょっと穴開いたな、アルミンホイル、アルミンホイルあるよ、で、これが1枚ね、1枚ね、で、これこっち置いてもね、で、次また同じことをするのね、まあまあ、このまあ粉やって伸ばしていくだけはまあいいねけど、これ寝るのが大変やわな、うん、一晩寝かした、寝かした、ああ、はいはい、から我が家にはオーブンございませんので、オーブントースターでやりますのでね、うん、ちょっとオーブントースターのサイズに合わせて、長く、まあ、それぐらいでいけると思うわ、いける、うん、いけると思う、うん、で、厚みはこれぐらいで、うん、あんまり薄かったらあかんねんな、うん、市販のピザソースでいいねんな、うん、ないしな、うん、そんなもんじゃ、多めの方が甘いじゃん、うん、多めの方が甘いじゃん、ピザソース、うん、なんかこんな感じ、まあ、そんな感じだな、うん、端っこまでせん方がええねんな、うん、そうそう、次はちょっと置いとくけどね、うん、それから次は何を乗せる、で、チーズ、これ先行く、先行くだから、あ、でもチーズちょっと、こっちもううろ覚えやからね、まあね、ちょっと7年ほど前の話やから7年前ちゃうで、もっと前や、ね、そんな前、若かりし、20代の頃やね、20代言うたらもう若かりし頃やね、ダブルチーズに行くから、うん、先にチーズを引いたおばちゃん好きなやつ、どれ、いや、私、こっちこっち、こっちかい、まあ、これはこれうまいと思うねんけどな、うん、やっぱりこう定番はこれやろ、うん、マルゲリータじゃないけど、また私割とマルゲリータ、トマト入れる、トマトも入れる、トマト入れてもいける、うん、何入れてもいい、うん、トマトどないしていくよ、ベーコンの上に乗せていたいね、え、ベーコンの上に乗せんの、うん、なんでこんな感じで、うん、そんな感じでやってた、そんな感じでやってた、うん、20年前、うん、20年前思い出す、思い出すな、うん、ちょっとこれ入れる、ブロッコリーちょっと入れとって、色目かわいいですね、うん、まあ、なるほどね、うん、これはもう間違いなくうまそう、今からほんで焼かせていただきます、はい、
まあ、ちょっと待って。ない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 。忘れてた、大事なこと忘れてた。あ、当てなあかんねん。ちょっとな、そうや、最初に。爆発したあかんから。最初にフォークでね。うん、そうかそうか。空気抜きみたいな。空気抜きみたいな。うん、しときます。ちょっと、大事なんでちゃんとやるわ。うん。じゃこれで、行かせていただきます。でこれもな、膨らんで、バーって浮き出てくるからね、うん、時々開けて、フォークでそこのデコってなったところを潰していくんです。はいはいはい、時々ちょっと焼き込みじゃなくて、はい、ちょっと見ながら焼いてください、ね、はい、こんな感じで、こうしたいな、こんな感じで今から焼かせていただきます。空気抜きさせていただきました。はい、あとは一緒、うん、今出せなあかん、うん、ここは肝心やねんね、やっぱり。うん、で、これでソース塗ってないのかな。できました、はい、ほんならちょっと次焼けるまで、はい、時間かかるので、まあ見張り持って焼かせていただきます。ちょっと何これ、めちゃめちゃうまそうじゃございませんか。ほら見て、ほらほんまにピザやわ。じゃ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 ーん、ほらめっちゃうまそう。家でこんな簡単に焼けるんや。本格的なピザができるんですよ、ほらすごいでしょ。で今からちょっとね、まあちょっと大事なの、焼いとこうか、とりあえず。あ、しっかりしてる生地が大丈夫やで、うん、柔らかかったかわからんとか言ったけど、うん、きっちりピザ感が出てるね、うん、包丁でカットしたら大体わかる、うん。ビューホールまで包丁入った。見て。まあまあいいや。チャンネル登録お願いしまーす。お願いねー。よろしくね。第一弾トマトピザができました。トマトと、はい、ベーコンと、はい、ブロッコリーですね。はい、これはでもめちゃめちゃうまそう。手でいきましょうか。手でいきましょうか。大好きなタバスコ。うん、タバスコ。タバスコなかったら簡単に。めちゃめちゃかけんね。タバスコ好きや。うん。ここら辺に置いてますね。うん。じゃあちょっと、行かせていただきます。はい。行くよ。うん。めちゃめちゃもちもちしてる。おいしい。やっぱりあれやな、ピザの味やな。あ、食パンとかあんなんじゃなくて、やっぱりピザの生地やな。うん。うん、でも個人的にはもうちょっと薄い方がいいかな。あ、今のピザってだいたい薄いやろ、うん、昔これぐらいの太さやったもんな。昔はちょっとほら、宅配ピザってこんなやつ、うん、でも美味しい、めちゃめちゃうまいね、やっぱり。うん、いただくよ。美味しい、うん、まあ、でもほんまにこんな感じで昔のピザは、うんうん、食べやすいやつだな、うん、宅配ピザ、俺が結構分厚かったもんな、分厚いな、うん、いただきまーす。これね、めっちゃいい感じに焼けてる、うん、ほんまにいい感じに焼けてる、いい感じに焼けてる、おいしい、うんうん、めっちゃうまい、うまい。どうしたん、電気光がすごい入るもんね、うん、おい、むちゃうまいやん、うまいよ。だからほんまにピザ食べてるいう感じのピザやから、うん、ほんまに、うん、まあ、ほんまもんのピザやから、うんうんうん、じゃあ、うまうまい、自分で作ったけども、うん、感想は、うん、やっぱし、うん、
昔の生地で昔のちゃんとあのピザの、うん、アルバイトの時のピザと、うん、一緒、うん、よかった、うん、うまい、まあ売れば追ってなかったな、まあ次にもまた、うん、次のやつもまたね、うん、あの美味しいと思う、うんうん、まあピザ言うたらやっぱりどっちかで生地やもんね、うん、この生地は美味しいよ。でもあのこれからはちょっとデリバリー頼まんでもいいかもかな、うん、次のね第3弾第4弾を作りました。これが第3弾ね、第3弾でハーフ&ハーフ、ハーフ&ハーフ。これが今さっき の, あのツナのやつが出来上がりました。第2弾のやつが湯気のやつです。これはまた違った味で、うん、ツナですね、ツナ、ツナ、玉ねぎとベーコン乗せましたね、ベーコン乗せましたね、はい、ツナです、これからね、おーちゃん、やっぱ美味しいな、うまい、アメリカンピザやね、うん、アメリカンピザ美味しい。ツナのとこ行かなかな、出た出た、いつものやつや。下がってくる。うまい。あ、ツナも美味しい。ツナも美味しいよ、うん、で、生地がうまいから。ちょっと待って、これ銀紙ちょっとついてる。あの、こんなん言うたらないけど、あの生地がうまいから何の人も美味しいな。ほんま、そんなこと言ってくれんの。やっぱそれそうやろ。やっぱりピザ言うたら生地やろ。だから生地がしあの美味しいから何の人も美味しいんや。まあ、うん、美味しい。うん。うまいな。うん。うん。うん。うまい。いやでもね、あのあれですよ。うん。このね作っていただいたらわかるねんけども。うん、やっぱりピザいうのは手作りがうまいと思う。まあ、いっぺん試してみてね、うん、これからね、まあパーティーシーズンに入りますや、クリスマスはな、クリスマスにちょっとこうお家でこういうピザ練って作ってあげるのもお子さんも喜ぶし、なんか盛り上がりますやん、うん、家でこのピザを焼くいうのが、うん、だからパーティーはやっぱ盛り上がった方が楽しいもんな、うまい、ぜひそういうふうにしてあの作ってみてください、うん、あの今回はね、ジャックの努力で、うん、日頃ね、作っていただいてるから、うん、は篠原のおばさまに感謝の思いで、たまには私に美味しいものを食べさせてあげようというジャックの優しさで、はい、チーズないと怒ってたからな、行すのと今日はほんまにジャックにやっぱ感謝やな、いやいやいや、うん、これなんか美味しいもの作ってもらってありがとうございます、いつもありがとう、いや怖い篠原のおばさま、怖い怖い怖い、ということで皆さんもぜひあのこれからパーティーシーズンピザ作って、ピザ作って楽しんでね、美味しかったわ、じゃあね最後まで食いて